災地の外への移動支援や避難に向けた動きが加速しています。今朝、金沢市と石川総合スポーツセンターに並んだのは、昨日設営が完了したおよそ250のテント。被災者がホテルなどの二次避難所に向かうまでに待機する場所として用意されました。高齢者、障害のある人、妊婦、未就学児などとその家族を優先するとしています。水道管がズタズタであるということはお伝えした通りですが、そんなところで生活をさせるわけにはいきません。改めて続々とこちらにまず 1.5 時で送っていただいて、お休みいただいて二次避難所へのマッチングをいたします。避難所のいわゆる劣悪な環境を少しでも改善したいと思っていますので。長谷知事は避難者の人数によってはテントの数を増やすほか、別の場所に一時的な避難所の設置を検討する考えを示しました。